中井翔でございます。この動画は特殊な競馬の手法を紹介するチャンネルでございます。興味のある穴馬を狙い撃ち、回収率にこだわった競馬を目的としております。手法の内容がよくわからない方は再生リスト内にある入門編解説の動画をご確認ください。本日はお知らせがございます。こちらの動画でご紹介させていただいております、手話表チェックの資料関係の無料配布を行いますので、ご希望の方は下記のアドレスまでご連絡くださいませ。本日は良い配置による穴馬予想と、日曜日の東京競馬場の騎手、厩舎の高配置を確認してまいりたいと存じます。1番ロータスランド、次の厩舎、こちらはアナザー配置で、土曜日の東京9レース、日曜日の東京11レース、表裏の1番で、現実花丸となっております。2番、スターズ・オン・アース、高柳厩舎、2レース、11レース、枠の1番で、現実花丸となっております。配置がありませんので飛ばします。4番アンドバラナウと吉田騎手、1レース7レース11レース瞬間の45番で本日花丸となっております。5番タイミングローズ、高野厩舎、こちらはアナザー配置で、日曜日の京都5レース、日曜日の東京11レース、表裏の12番で被っております。6番、ホンドレン、トバチ騎手、11レース、12レース、ゼッケンの6番で被っております。林厩舎、3レース、11レース、片方循環の11番で本日花丸となっております。7番伊豆城の奇跡、岩崎州、6レース11レース表裏の10番で被っております。石坂厩舎、5レース11レース循環の26番で本日花丸となっております。8番ラークリス・スティーヌ、斎藤厩舎、こちらはアナザー配置で、日曜日の京都6レース、日曜日の東京11レース、表裏の8番で被っております。9番、フリノプレミアム、伊藤厩舎、こちらはアナザー配置で、日曜日の新潟5レース、日曜日の東京11レース、裏の8番で被っております。10番は良い配置がありませんので飛ばします。11番ナミュール、横山騎手、8レース11レース裏の6番で被っております。高野厩舎、5レース11レース接近の11番で被っております。12番野村クレア、長谷川厩舎、こちらはアナザー配置で、日曜日の京都2レース、日曜日の東京11レース、ゼッケンの12番で被っております。13番、イビーナ、エムーロ騎手、11レース、12レース、一の位かぶりで被っております。友道厩舎、こちらはアナザー配置で、日曜日の東京11レース、日曜日の京都12レース、裏の4番で被っております。14番、テラリア、斎藤厩舎、こちらはアナザー配置で、日曜日の新潟6レース、日曜日の東京11レース、片方循環の14番で被っております。15番、ルージュ・スティリア、
各種10レース、11レース、片方循環の15番で感じた花丸となっております。16番、トラス、久米一二三。10レース、11レース、一の位かぶりで感じた花丸となっております。続きまして、以上の後輩値に基づく17穴系の予想してまいりたいと思います。まず1投目、15番。ルージュス・キリア、こちらは河原騎手で片方循環の被りとなっておりますので、10レースで様子を見て11レース買うかどうか試写選択するといいかと思います。2投目、14番テロリア、こちらは最長追射で片方循環のアナザー配置となっておりますので、日曜日の新潟6レース確認して、日曜日の東京11レース買うかどうか弊社選択するといいかと思います。3投目、7番水上の奇跡、こちらは岩崎市でベスト系の被りとなっておりますので、6レースを確認して11レース買うかどうか弊社選択するといいかと思います。また石坂厩舎で循環の感じた花丸となっておりますので、5レース確認して11レース買うかどうか弊社選択するといいかと思います。4投目、4番アンド・バラナウト、こちらは吉田騎手で循環の感じた花丸となっておりますので、7レース確認して11レース買うかどうか弊社選択するといいかと思います。最後5投目、1番ローザプランド、こちらは次の厩舎でベスト系のアナザー配置となっておりますので、土曜日の東京9レース確認して日曜日の東京11レース買うかどうか弊社選択するといいかと思います。以上5頭の馬と結ぶ馬として、2番サーゼンアース、こちらは現在6で1番人気となっておりますので、先ほど挙げた5頭と絡めて馬券を購入するか試写選択するといいかと思います。以上でございます。この動画の内容が良かった方はチャンネル登録・高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。